はい、皆さんこんにちは、あちでございます。セーブしましょうね。ここが最後だったかな。これですね。もう1565年まで来ました。私がいくつまで生きれるんだろう。これ私の寿命が来るか統一が来るか先だよね、多分。じゃあね、この状態だからちょっと城でも強化して帰ります。28でしょ。あ、ここでいいかな。下山城、下山城というと千葉県、あ、千葉県というか南だよね。ね、うん。はい、内政、あ、城増築しましょう。私大好き城増築ね。もういい加減飽きてきたんですけどね多少飽きてるような感じはあるんですけど、それでもまあまあ、見えた、もう見えましたね。これはこうだね。いやいやいや、でこれはこうだね。もう見えちゃった、もう見えちゃったね。で、あ、これ違うか。あ、これ正解だ。よいしょ。よいしょ。はい、で、マックスだね。はい、3上がりました。高水寺城下の民の不満が爆発した。そういえば、小西さんから。あ、江戸城下の民が不満を漏らしております。早いうちに。あらら、一騎勢が、押し城下の、うわー、これは違うね。はい、じゃあ帰りましょうか。うん、体の具合が悪いなと。あ、じゃあ甲府の町に寄りましょう。はい、毛利さんが吉見家の増田城。はい、で、まず、およよよよと、民家、民家じゃない。うん。いや、では立泊しましょう。はい、お代は半分でよろしいかと。と、21泊もしたらえらいことになるんで、日数指定で1日。はい、薬持ってるんで、何飲みましょうと。はい、総人だね。はい、いってらっしゃいませと。で、出て、あ、これ多分ね、外交で忍者さん見るでしょう。ああ、これもやっぱ武田見てたんだよね、これ多分ね。戸隠衆も支配しに行きたいね。うん、あと根殺衆ね。まあ根殺衆は本願寺だから無理だろうけどね。ちょっと顔出しましょう。もう怪しい集めと。よくせー、はい、おたぼうね。もう一回行きます。ここはしつこく行けるんで。おや、どちら様でございますかと。あ、なんと、とこれは驚きましたなと。外交しましょう。支配まだまだできないと思うんで、3000でいいでしょう。はい、はい、お気持ちね。早く支配しないとね。じゃあ本拠に戻りましょう。はい、で、武家宅寄りましょう。どこに行こうかなと。あれ、他のあの人たち帰ってきてないの。内藤さんとか、わあ、内藤さんマックスになってるわ。おお、畠山義綱様、伊藤屋がね、小西屋なんとかしないといけませんね。あ、あと江戸城だ。江戸城爆発しちゃったからね。次江戸城行きましょう。お金たまに持っていかないといけないね。贈り物、うん、僕ね。はい、1文字ね。おお、これは素晴らしい。ということは武田のあの人、信玄さん自害しちゃったのかな。どうなんでしょうね。はい、ちょっと出て、いっぺん武田さん見てみましょうか。いるかどうか。人物一覧。多分ここにいなかったらもうダメでしょう。武田家、武田、あ、あー、かっちゃんから。かっちゃん、信門さん、信重さん、なんて読むの、信豊でいいのか。で、信虎さん、あー、いないね。信玄さん、ご退場です。あー、残念だね、本当に。まあ、敵に回したら。とんでもなく厄介だったけど、味方にしたかったね。味方にそんなちょっと無理だったね。うん、で、行き先決定で、届いた？土浦城届いたね。あ、よかった。土浦城は届きました。なので、次はどうしようかなというところですね。結城城。ちょっと結城城ちょっかい出しに行きましょう。結城城というか、結城家にちょっかい出しに行きましょうか。なびかなかったら潰しましょうか。うん。なびいてくれたら。あと、北条だね。もう、これ、小田原じゃ、絶対落ちないよ。
ああ、自信があるわ。じゃあとりあえず私は江戸城に行かないといけないんですけど、その前に表情だね。はい、お帰りなさいませと。おお、皆さん帰ってきましたか。妻と話しましょう。お、食べますよと。あ、じゃあいかがですか。うまいと。はい、たとえの、あ、鯛を除いてと。はい、あ、お前さんも食べなさいということですよね。いやあ、うまかったと。じゃあね、表情の前行って、人事、初心、あ、いませんか。どうしようかなと、上司指示。あ、勢力攻略は残ってんだね。明智のみっちゃん、秀吉さん、あ、秀吉さん。あ、そうだ、秀吉さんにもう一つ城あげようか。勢力、まずこっちね。はい、もう皆さんで行っちゃいましょう。あとね、あ、神保さん、あなたも勢力で行っちゃいましょう。で、みっちゃんね、みっちゃんも、もう今川さん行っちゃいましょう。あとまだいいかな。ああ、姉子ちゃん行っちゃおう。勢力攻略ね。はい、今川さんね。で、ああ、七里さんも行けるわ。勢力攻略ね。で、ちょっと秀吉さんにはね、城、もう一個、与えてあげましょう。はい。で、人事の上主任命。秀吉さんは、北の方だったよね。この辺かな。都庁長、あ、これ東吉郎さんだ。あ、この辺東吉郎さんなのね。あ、春日三条東吉郎さんか。じゃあ飯山城あげようかな。飯山城を東吉郎さんね。東吉郎さんにあげちゃおう。いや、居城は移しませんと。はいと。で、官職ね。文庫一番高いのは誰ですか。あ、七里さんか。七里さん、ちょっと、七里さん、あげちゃおう。正6位。はい。今後、ますます、ちょ、でもこの中金というのはようわかんないですよね。親密度はあるんですけど、忠誠度っていうのは全く目に見えないので、で私、今まで裏切られたことないですもんね。このゲーム、裏切ることあるのかな。プレイしてると裏切ること全然できるんですけどね、自分で主人公だったら。で、あ、しまった。で、指名伝達だね。あ、いや、その前に、人事で与えないといけ、ああ、相関じゃない。派遣ね。お、すでに？あ、いいかい、秀吉さん。そうかい。じゃあね、じゃあ指名の伝達しましょうか。内政でいっちゃいましょう。内政でいっちゃいましょう。ほんで、あ、治安工場入ってるけどね。あ、テルトラさんが入ってるね。じゃあ、私も一応行きましょう。で、江戸城一回桜の町。高坂さん、あれ？おや、あれは行き倒れかと。そう、そこのお武家様。いや、診察しましょう。あ、危ない、危ない。衰弱者は衰弱に効くんで、総人丹。おお、力が湧いてきましたと。感激でございまする。あ、これだったら封じれるんだ。診察できなかったらね、資格の可能性が出てくるんですよ。ね。はい、ゆうきさん。あ、そうだ、ゆうきさんにもちょっかいかけないといけないんだね。高坂さん行ってほしい。あ、いた、いた。危ないね。襲撃しちゃうとね。あ、ブグね。はい、ブグね。あなたも福岡一文字ね。お、これはと。あなたも一個しかわかんないよね。これは相性が良くないのかな。はい。おお、来た。OK でございますと。はい。で、私は江戸城行かないといけないのね。江戸城で内政で治安工場。あ、違う。治安工場ね。はい。もう施しが1番。で、1万貫。あ、1万貫もいらないかな。9000貫でよかったかな。7000貫はダメですね。20いったらいい。あら。
1万回の方が良かったかな。あ、違うわ、私の能力にもよるのか。ねえ、秀吉さんとかだったら20ぐらいあるんですけどね、はい、1万回あげるとね。はい、大西屋が小西さん、小西さんに今2度目食らってんだっけ、だと思うんですけども、はい。で、江戸城に、あ、でも江戸城あれか、まだあれなんだね、正幸さん帰ってきてないから。で、これ誰、あ、佐竹家で、私は結城家ど、あ、結城家に行こうと。畠山家の木下藤吉郎が、あ、今川さんとか駿府城行きました、手伝いに行かないとね。ただおい、うん、不在かと。あ、さっき会った人だね、高谷さん。あ、この人いたね、審査しましょう。腹痛特効薬だね。あ、なんでことあるかと当たり前でございますと。で、城行きましょう。そこの者泊まれと。これは失礼いたしましたと。佐竹義明軍団が織田家の土浦城、また行ったの。おう、じゃあね、外交しましょうか、親善しましょう。はい、まあ3000ぐらいでね、はい、良き関係でありたいものですなというんで、で、私結城家とはどうなりましたか。あ、結城家ちょっと下がってきたね、支配になってくれたら嬉しいけど。で、今私のところに、私のところに佐竹さんが行ってんだね。もう佐竹さん潰そうか。あ、でもちょっと待ってね、今忙しいんでね、秀吉さんも攻めに行ってるんで、締め寄られた方が、はい、あ、宇佐美さんいたね。あ、宇佐美さんにももうちょっとお亡くなりになる前に城は渡したい。表示の前行きましょう。はい、織田家の治める土浦城が佐竹家に攻められておる、援軍を出すね。うん、出しましょう。昇進できるものは、あ、正幸さん、あ、正幸さんやっとか、武将になるの、まだ武将なの。そうか、はい、上司任命ね。あ、もうごめんなさい、江戸城ね、一気発生中。江戸城はね、江戸城は半兵衛さん出せないよね。宇佐美さんに渡そう。もうねえ、長い、もう先短いからね。はい、決定しましょう。江戸城ごめんなさいね、正幸さんに行こうと思ったけど、正幸さんまだ武将になったばっかなんでね。で、はい、派遣しましょう。派遣する部署、北畠さん入れようかな、この人。あ、北畠さん入れちゃおう。ね、何でしょう。宇佐美さんならいい人つけてあげたい。あ、信綱さん入れちゃおうか。信綱さん入れちゃおう。はい。あ、これでなんかトラウマがね。武田のかっちゃんはやめときましょうか。信豊さん。あ、信豊さんにとこっか。あ、結構いい人入れたような気がしますね。で、あと、侍大将じゃないわ、足軽大将で。あ、沼田さん。うわ、いい人ばっかりだ。これじゃダメだ。この人置いときたいんですよね。あれ、この人じゃないかな。今、ガモさんを2人ほど養ってんですけど、どっちか置いとったら、ガモのすごい人が入ってくるでしょ、きっと。そう、私は思ってんですけど、中条さん。ああ、この人もいいんだけど、まあ、この人も入れとこう。ちょっとひいき目にしちゃいました。宇佐美さんにはね。で、あ、上司じゃない。ああ、でも上司指示でもいいか。宇佐美さんはちょっとしばらく置いとこう。信門さんも置いときましょうか。で、そうだね、織田さんところはね、あ、そうだ、織田さんとちょっと親密度上げないといけないね。まあ織田さんとこ置いとこうか。で、締めの伝達ね。で、今回はどうだろう、ちょっと兵が少ないのよね。
軍備しとこっか。ガクとお金なくなっちゃったけど。で、わあ、高坂さん連れて行きたいね。高坂さん連れてっちゃおう。で、雪高さん。雪高さん。ああ、雪高さんもいいんだけどね。なるべく、従事してる人は置いてこっか。ヘルプだからね、今回ね。今回はだから、鉄砲購入ぐらいの人でいい人。ああ、あ、これとそれで行こう。うん。で、あ、でも鉄砲購入置いとかないといけないんだ。鉄砲も欲しいからね。あ、そうかそうか。じゃあね、あ、神戸さんにしよう。で、あ、武田のかっちゃん。あ、でもかっちゃん微妙だったんだね。長野さん。あ、微妙だね。あ、はあ、ヤマケンさん連れて行こっか。この4人で行きましょうか。はい、合戦ね。じゃあね、はい、土浦城行きましょう。はい。はい、はい、はい、よいしょ。はい、待っておる宇治原、わしの行くまで持ちこたえながら、みならも進んじゃった。あ、むちゃくちゃいい時間になっちゃった。じゃあ着いたら、終わりましょう。増田城から兵を引きましたぞと。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。